公共曲第75番に蝶々放冒険 i-75 はフランツ・ヨゼフ・ハイドンが1779年から1781年頃に作曲した公共曲。ハイドンの生前から人気があり、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトが大変気に入っていた作品と伝えられ、彼の作品にも影響を与えたと言われている。本作は1780年代初頭に、 様々な出版社によって出版され、1781年に、ヨハン・ユリウス・フメルによって、作品18として、第62番、第63番、ラ・ロクスラーヌ、第70番、第74番と一緒に出版されている。また、本作の第二楽章には不気味な話が伝わっており、それはハイドンが、最初のイギリス訪問時の1792年3月26日に、 バーセレモンという人物の演奏会で本作を演奏した際にこの公共曲のアンダンテは自分の死の予告であるという夢を演奏会の前の晩に見たというプロテスタントの牧師が実際に演奏を聴いた後の4月25日に本当に死んでしまったというものである。このエピソードはハイドン自身が最初のイギリス訪問時に記していた日記にも書かれていたというが 真相は定かではない。フルート、オーボエに、ファゴット、ホルンに、言語部。トランペットとティンパニは、後から追加された。全4楽章。演奏時間は、約25分。ありがとうございます。